春の雪は2005年10月29日に全国東宝洋画系にて公開された日本映画。ジャックは永遠を約束されたはずの二人に、その悲劇は静かに訪れる、である。興行収入は12億7000万円。日本アカデミー賞に各部門多数ノミネートされ、第18回東京国際映画祭、第10回釜山国際映画祭でも上映された。原作は三島由紀夫の長編小説、豊穣の海4部作の第1部にあたる同名小説、春の雪。小説は1965年9月から1967年1月にかけ、月刊文芸雑誌、新潮に連載発表後、1969年1月に新潮社より単行本刊行されたもの。1970年2月に吉永小百合と市川海老蔵主演でテレビドラマ化もされ、1969年9月には市川染五郎と佐久間良子主演で舞台化されている。映画化垪養帝君監督の本作が初めてであった。垪養帝監督は三島由紀夫と淵深い三輪明宏に完成した映画春の雪をいち早く見せた。垪養帝は三輪による評価を恐れていたが絶賛され、何よりもそれが一番嬉しかったと述べている。月、修自問関を演じた若尾文子にとって18年ぶりの映画出演だった。若尾文子は、三島とからっ風野郎で共演したが、春の雪を企画した藤井弘明は、月、修自問関の役は若尾しかないと決めていた。月、修自の場面は、奈良の円勝寺でロケが行われたが、映画で演出された寺の前の階段のところだけは、滋賀県の寺で撮影された。各所の撮影では、三島原作の映画撮影だというと、すぐに許可が出たという。清明が血を吐く場面のために、妻夫木聡は何度もタバコを吸って役作りした。雪見に出ていくところは、駒場で撮影された。冒頭の松枝邸の庭は、香川県高松市の栗林公園で撮影し、屋敷は CG にしている。朱塗りの社殿は、千葉県の神社で撮影された。松林から見える大仏は、CG となっている。帝劇の場面は、上野の東京国立博物館が使用された。人力車は、まだゴムタイヤのない時代の木の車を調達している。時代は、大正初期、まだ日本に家族や爵位の残る時代。幼馴染の公爵家の一人息子、松枝清明と伯爵家の一人娘、両倉里子は、実は両思いながらもうまく愛情を表現できずにいた。そんな中、里子は、三宅の子息、当院宮治天皇に求婚される。それは、断ることなど許されないものであった。里子は手紙を出し、清明の気持ちを何度も確かめようとするが、不器用な愛情表現しかできない清明はそれを読まずに突き放す態度をとってしまう。失望した里子は、当院宮治天皇との縁談を受け入れる決意をする。もはや里子が、自分のものにはならないと知った清明はようやく里子への深い愛に気づくが、それは皮肉にも、里子の結婚に直挙が降りた後であった。しかし清明は諦めきれず、里子の愛を取り戻したいと、ひたすら願う。清明への愛を諦めていた。里子も彼との密会を受け入れ、二人は激しく愛し合う。しかしそれは、束の間の禁断の愛であった。やがて里子は妊娠するが、お互いの両親に二人の秘密が知れ、里子の中絶は隠密に処理された。里子の苦しみは深く、奈良の門跡寺院で出家する。出家した里子に一目会おうと清明は、春の雪の降る中、寺に行くが、門前払いで会えない。なおも清明は、里子との面会を希望するが、里子はそれを拒絶する。そして、雪中で待ち続けたことが原因で、清明は20歳の若さで亡くなる。清明が見ていた夢の中の蝶が滝の下で2羽飛んでいく。2005年度のキネマ旬報ベスト10の総合順位で第18位となった。ありがとうございます。